偉大なるドラゴンに守られし小国ヴィトール、町の中央には世の平穏を象徴するかのように巨大で荘厳な塔がそびえ立っていた。遥か太古より存在する塔を囲むように町は作られ、そこで暮らす人々はどの顔も活気に満ち溢れていた。しかしここに密かな野望を抱く一人の王がいた。時の王ヴィスタルである。彼はその地方的権力に甘んじることなく勢力の拡大を夢見ていたのだった。ある日、かねてより王の密命で塔を探っていた調査官が一冊の書を塔から持ち帰ってきた。直ちに王はその書の古代文字解読を開始させた。徐々にその内容が明らかになるにつれ、解読に携わる学者たちに不安の声が上がり始めた。我々は今、触れてはならないものに触れているのでは。古代文字で綴られたその書面には恐るべき力の秘密が記されていたのである。ヴィトールの国の守護神である偉大なるドラゴンとその全ての力の源は塔の頂上に存在し、そしてその力の源を制する者は世の全てを制する者となる。王の心の内に秘めた野望はこの言葉を聞き逃すべくもなく、その力を我が物にしようと動き出した。ついにその計画が実行された。密かに組織された王の軍隊は塔を制圧し、守護神である偉大なるドラゴンにその剣先を向けた。ドラゴンは圧倒的兵力の前に倒れ伏した。そしてヴィスタル王がその力の源の核心に触れようとした時、ドラゴンは自らの命と引き換えに最後の力を解放してしまったのだ。制御を失った巨大な力はヴィスタル王を呪い、王の姿を邪悪な物体に変え、一夜にして塔とその周辺の町々をそこに住む人々と共に地底の奥深くへ沈めてしまったのである。それから千年の時が過ぎた。今すでに地上の民からは忘れ去られ、知る者のない呪われた王と失われた町が人知れず地の底で地上の光を求めて不気味な帯同を始めているのだった。探したわよ。よく今まで他の賞金稼ぎに首を取られなかったものね。でもそうでなくっちゃね。あんたはこのドーラが、私がこの手で始末しなきゃ気が済まないわ。いつもうまく逃げられちゃうけど、今度ばかりは年貢の納め時ね。師匠の仇はきっちりとつけさせてもらうわよ。この大穴があんたの墓になるのよ。覚悟なさい。あの世で私の師匠に謝るのね。はあ、
っとするのはちょっと早いわよ。まだ私の話は終わってないんだから。どう、アレス、あの時私を助けたことを後悔してるでしょ。と言いたいところだけどやめとくわ。やっぱり借りを作りっぱなしじゃどうも気分が乗らないしね。もう少し繋いどいてあげるわ、あんたの首。これで貸し借りなしよ。